2学期から負けていく受験生の特徴5選、過去問やるまでが脳弁でもいいんですよ。過去問集の解説を使って自分で分かりに行くような姿勢でいてください。本番にかなり近い状況の中で出ない日々が続くと、さて始まりました、モテチャンネル。さあ、平田です。どうも、ワンダーウォーク塾代表の平田です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、森田先生、うん、今日はちょっと変なテンションから始まりますよ。なんてかっていうと、生配信後ですから、ね。そう、疲れてます。俺さ、まさかのあなたが俺に酒飲ませてたじゃん。途中で聞いたけど。ね、俺さ、嘘と思って、これから撮るんだけどと思って。本当、ごめんなさい。うん。はい、いきますよ、はい。はい。本日の動画はですね、2学期から負けていく受験生の特徴5選。おぉ、なるほど。まあ、時にちょっとこういうスパイシーなネタをやって、まあ、皆さんに戒めにしておこうというね。はい、そういうねネタでございます、うん、はい。じゃあそちらをねもうさっさとくだらない話してる場合じゃないのでやっていきたいと思います。はい。まず第1に、生活リズムがシステマティックじゃなくなる、ね、そうですね。まあ、これはもう僕はほら普段からの動画の中でもちょっちゅう言ってるけど、うん、生活リズムこそが一番の勉強法って言ってるんですよね、はいはい、言ってますね。で自分の塾とかでも、まあ、1週間から10日に1回生徒の個別指導でこう勉強内容とか出来具合とか全部チェックしてフィードバックを出すんだけど、うん、その中で受験生見てるとものになっていくやつとダメになっていくやつって分かれるんですよ、うんうんうん、でダメになっていくやつほぼ一通りで、はい、みんな生活から崩れていきます。なるほど。生活が崩れると当然変な形には変な中身がついてくるんで、うん、で勉強がついてこなくなってどん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 勉強が負のスパイラルになっていくんですよ、うん、今日もダメだった明日もダメだった明後日もダメだった、で挙句の果てにどうもモチベーションがとか言い出すんですよね。そうですね、うん、まあまた夏はね自分の時間がボンとあるんで、ね、そうそう乱れやすいんですよ。乱れやすいんですよ。夜遅くまで起きてたりとか、うん、そうなんです。何にもないからずっとボーっとしてたりとかですね、そういうの起きやすいです。なので生活はシステマティックであること、そうじゃないと今日の自分が良かったのか悪かったのかが分からないので、極力システマティックな生活を心がけてください。はい。2つ目、計画性が戦術にないっていうことですね。うん、そうなんですよ。で結構これね計画性で割と難しくて、うん、1学期とかね夏休みとかっていうのは割かし計画性がなくてもね、まあ何勉強してても力になってきてるんで、うん、ってなんだけど、例えばですけどこれからの時期っていうのはやっぱりこういつ頃にどれぐらいのものをやるのかっていうのがポイントになってくるんですよね、うん、でなんでかっていうと、例えばですけどじゃあうちの生徒とかだとね12月とかにもなったらやっぱり共通テストをね受けるっていうことであれば、どう考えてもやっぱりまあ共通テストが勉強の中心になってくるんですよ、12月ぐらいになってくると、うん、そうですね、ってなってくると結構か、ちょっと待って、もうゆきお先生遊んでないでお疲れ様です。お疲れ様です。面白かったちょっと、はい、12月ぐらいになってくるとどうしたってやっぱ共通テスト対策が本当に重きを置いてくるんですよね、うん、はいはい、ってなってくるとどれぐらいその期間に12月からやっぱり1月上旬あたりですけど総計とかね自分の志望する大学の過去問やれるのかってなってくると、うん、あんまできなかったりするんですよね、はい、ね、ってなってくるとこれね結局12月1月上旬が潰れると当然11月いっぱいぐらいまでで過去問をなるべく消化しないといけないよなってなってきた時に、その計算ができてないと結局11月いっぱいまで過去問とかほぼやらずに来て、で12月も共通テスト対策が忙しくて過去問できない、1月上旬もできないってなってくると、じゃあ1月中旬ぐらいから、まあ、2月中旬早稲田入試始まりますよね、国公立入試も2月後半からですよね、ってなってきたらもう過去問やる期間が全然ないんですよね、うん、でそうなってくるとみんながどうなるかっていうと、よし1日1年分だとかなってきたりして、こうジャンクフードのような過去問の書き込み方をして、で対してね復習や習熟もしないまま本番になっていっちゃうっていうことになってくるんで、こっからはね結構本当にどういうスパンでいつ頃までにどれぐらいの過去問をやっておくのか、どういうやり方でやるのかっていうのの計画性が重要になってくるんで、はい、その通り、うん、それがなくて結局戦略ミスでダメになっていく2学期を過ごす人が多いかなという印象ですね。なので指導者が大事な、まあ、うちもそうだし武田塾もそうですけど、なぜ指導者が大事なのかっていうのはこの2学期からまさにね指導者の腕が出てくるんで、受験生一人だとなかなか越えられない壁っていうのがやっぱり2学期から顕著に現れてきます、はいはい、だから入った方がいいですよっていうことですね、はい、こうやってこう宣伝をねしておくと。なるほど、はい、続いてまいります。3つ目、過去問にやり方がない人、ほうほう、それとあとね解説に頼りすぎな人。なるほどなるほど、うん、僕はもう本当にしょっちゅう言ってるけど、もう極論するとね、もう脳弁でもね過去問さえできれば、過去問やるまでが脳弁でもいいんですよ。なるほど、極論すると、うん、何のために勉強するかっていうと、皆さんは今22年に取ってるんで23年入試で
いい結果を残すために勉強してるんですよね。ということはじゃあ23年入試でどうやったらいい結果が出るかなってことで考えると、それまでの過去問でいい成果が出せてたら23年の未来問でもいい結果が出る可能性が高いわけですよ。要は皆さんはいい結果を出すために可能性が高い勉強をしてるんですよね。でその最たるものが過去問なんですよ。だからこそこの過去問にはやり方が必要なんですよね。でまあこの過去問のやり方はまあ僕もそうだし、武田ゆきチャンネルも含めてまあいろんなところでいろんな人が言ってるんでね、まあ、それを見ていただけたらと思うんですけれども、このね過去問に対してさっきもちょっと重なるんだけど、ジャンクフードを食うような勉強法でやるなってこと、これ計画性とも絡んでくるんで、やっぱり計画性とあとやり方ですよね。どういうやり方で自分がその過去問に習熟するのかってことに対してのやり方をね、必ず設けておいてください。でそうなってくるとね、ネックになってくるのが、過去問集はどうしても解説が淡白になりがちです。そう、うん、どう考えてもこの下線部問題語彙力でいく問題じゃないだろうみたいな問題の時にも、まあ、そういう解説がなされたりしてるんですよね。これはこういう意味だから選択肢 A が正解みたいな、でも絶対知らんでしょみたいなね、うん、という時にどう崩すかっていうことなんだけど、でもどうしても解説にそう書いてあると、ああそう解くんだなっていうふうに思いがちなんですけど、どうしても過去問集の解説淡白なことが多いですから、だから皆さんは過去問集の解説はヒントぐらいにして、どうしてもそれで納得ができないときはさあてと、なんか崩し方ないかなっていうのをちょっと考えてみていただきたい。過去問集の解説をヒントにして、もうちょっと自分で淡白な過去問集の解説と回答との間をつないであげてほしいです、自分の実力で。そのために今までいろんな解説の詳しい問題集やったり知識を蓄えてきたりしたので、過去問集の解説で分からせてもらおうと思わないでください。過去問集の解説を使って自分で分かりに行くような姿勢でいてください。過去問に対してのやり方とスタンスが間違ってるってことですね。なるほど。で4つ目、これも大事です。2学期以降は大事。共通テスト系の模試や共通テスト本番で成果が出ない、これも大きいです。なぜかというと、当然ながら共通テスト本番で成果が出なかったら皆さん気持ちが落ち込むのは分かると思うんですけど、これ共通テスト系の模試もうこっからは大事になってきます。どうしてかっていうと、人間にはね心というものがあるんですよ。森田先生にはないんだけど彼はターミネーターですからね。あるけどここにあらず、うん、分かった、はい、はい、今日も安定の面白さ、はい、要は共通テスト系の模試で皆さんね数字が出ない日々が続くとします。もうこれからだと学、ね、現役生だと毎月1回2回必ず共通テスト模試がある日々が続くと思うんですけど、そんな中で今回も6割だった、また6割だった、ちょっと上がったけど7割ぐらい、届くかな届かないかな、あまた6割に落ち込んだ、こんな日々が続くと皆さんはどうなっていくかっていうと、今はまだねこの動画撮影してるの8月なんですけど、まあこの動画が出る時期はまだいいですよ、試験本番が遠いから。だけど人間の心理として、成果がね本番にかなり近い状況の中で出ない日々が続くと、俺本当に大丈夫か、自分のこと疑い出すんですよ。で自分の親とかも、あんたこの判定で大丈夫ねみたいな感じになってくるんですよね。で先生からも面談とかで、ちょっと厳しいかもなみたいな感じで周りが固まってくるんですよ、悪い空気に。そうなってくるとね、そんな空気の中でもいや俺は自分を信じてってなれるかっていうと、ちょっと人間難しかったりもするんですよね。なので共通テスト模試は今後は本番だと思って取り組んでください。おー、なるほどね、うん、で逆に言えば共通テスト模試で成果が出ていく中で、俺もしかしたらいけるかもしれないぞっていうこの感覚が、まあもう韓国まで行ってもいいぞこの感覚が共通テスト本番でいい成果を出してくれるかもしれないし、仮に共通テスト本番でうまい成果が出なかったとしても、練習であれだけできてた、今回たまたまバッドな1回が来ちゃったのかもしれない、諦めないぞっていう諦めない気持ちを蘇らせてくれるんですよ、2月とかに、うん、だからこっからは共通テスト模試および共通テストで本番で成果を出すこと、これがねいい流れを作ってくれるんで、逆に言えばここで成果が出ないとちょっと難しいね2学期を強いられることになってきます。なるほど、っていうことですね。次に第5つ目、次に第5つ目、すげえめちゃくちゃな日本語だな、はい酒のせいですね九州に多い、おう、うん、これはまあ俺の学校もそうだったし、本当にね九州の生徒からはめちゃめちゃ聞く、学校の朝補習と放課後補習なんとかしてくんないかな、朝課外とかね、うん、九州のやつは、はい、あれのせいでねかなりちょっとこう勉強パフォーマンスが落ちる人が目立つんで、うん、もうこれちょっと俺ね勇気出して言うわ、うん、もう炎上してもいいわこれで、うん、だって正しいもん、サボってもいいっす、朝補習と放課後補習だけは。というかもう学校の先生も気づかんといかんよ。だってさあいつらは
月から金まで1限から6限7限ぐらいまで生徒をさ拘束して授業しまくってるわけじゃないですか、勉強させまくってるわけじゃないですか。それでダメだったらもう朝補習と放課後補習足してもダメですよ。必要なのはやってる勉強を自分のものにするための時間なので、朝補習放課後補習とかやっちゃうとこれね、むしろ生徒の習熟のための時間を奪ってるんで、やっぱ皆さんね、学校の先生にいい顔するとか学校で褒められるために勉強してるわけじゃなくって、自分のために勉強してるんで、朝補習放課後補習が力になってるんだったらそれは参加してもいいですよ、うん、だけど朝補習放課後補習のせいで勉強する時間がないとかいう謎のコメントが来始めるんですよ。そんな感じだったら自分のために時間使った方がいいです、うんうん、っていうことで、朝補習と放課後補習、これは2学期から失敗する要因、現役生特に九州の生徒さん非常に多いので、ぜひちょっとこちら何とかしていただけたらと思います、うん、はい、以上になります。皆さんぜひ今ね申し上げた5つのことをしっかりとね自分でねもうメモってこうならないようにということで肝に銘じて素晴らしい2学期を頑張っていってください。以上になります。お疲れ様でした。